蔵の中の内装も作り上げました。談笑できる空間にしたい。300から400ぐらい時間は経ってる。針がこんだけ立派な武器、一応飾りディスプレイ的に。おはようございます、金井隆一です。今回はですね、日本庭園を前回が完了しまして、でそれと並行に、まあ、実は蔵の中の内装も、まあ、私的な発想で作り上げました。今までちょっといろいろとタイミング的に合わなかったんで、まあ、取りだめっていうか しましたもので、改めて皆さんにお伝えしたいと思っております。そうですね、作業場を住まいにとか、そういう形は昔ちょっと作ったりはしてましたから、材料も結構面白そうな材料があったんで挑んでみました。基本は出てきたもの、材料を使って、まあ、考えていこうという基本的な考え方で、外の雰囲気でちょっとそのつながりとしてやってくれということで、造園的な発想で、造園的な技術で、まあ、作り上げたというものです。まあ、できるだけオーナーの意向も聞きながら、蔵にあった材料をこう演出したんだ、結構うまく溶け込んだと思っております。はい、ちょっと面白いかなと思いますよ。まあ、手作り感というか、そういうものがふんだんに出ておりますから、見ていただければと思っております。それではよろしくお願いいたします。最初に蔵のリメイクから、これハイズミっていうやつですね。昔からぶっかけっつって、はい、完成。はい、庭の方は全面的なあれは終わりまして、蔵の中をやることになりました。で、今度は中をやるということで、中にあった今までのいろんなものは全部一回もう出しました。結構いろんな古いものがあったり、まあ、それ必要使えるものとか、まあ、あともう処分しなきゃいけないっていうのは分けた状態で中をすっきり出しました。中は談笑できる空間にしたいというお客様の要望がありましたもんで、まあ、ちょっと人とここで打ち合わせしたりというような感じで、この空間を使いたいという要望がありましたもんで、はい、300から400ぐらいの時間は経ってる。まあ、その間にいろいろね、補修したりなんかっていうのはあったと思いますけども、それからやっぱり明治時代ぐらいの、もしくは江戸初期ぐらいの、あるいは後期ぐらいのありますから、そういうのはもうディスプレイ的に飾ったりという形は取りたいと思ってます。空間の中、どれあれは壁に置いてそういう飾りのものを作って、
で中においてはテーブル、でっかいテーブルをドーンと置くというような感じで、今風の談話室的な感じに変えたいと思っております。はい、中はこんなような状態です。これはもう取り付けたやつなんですけども、取り付けてこれは全部外しちゃいます。そんでこの扉がちょっと開かずの扉だったんですけど、今度はちょっと扉がスムーズに開くように工夫します。壁はね結構しっかりしてるんで、これをもう柱とかなんかっていうのはちょっと一回掃除して、まあ、オイルステンで塗って、だからこの板はそのまま生かした形でいいかなとは思っております。まあ床に関してはこの一回こんだけこう見て、これブロックとかああいうのでなんか直したみたいで、まあつい最近つより昭和ぐらいの時点において床を上げたっていうことを聞いておりました。で板を張っとったらやっぱしこうやって床を上げてある状態ですから、この床は一回もう取っちゃいます。この今の床面から300ぐらい30センチぐらい下げた感じで床になると思います。2階、これが2階はですね、今この階段でここだけなんですけどもね、この柱自体はもう全部しっかりしておりますから、で壁自体ももう雨漏りはね、もう以前外装全部屋根も変えましたから、今まで雨漏りしてた部分も完璧にもう雨漏りがないという感じになりましたから、梁がこんだけ立派な、そうですね、このだからこの自体これがやっぱり4年はそのまんまの、あとはちょっと部分的には補修してるところとか結構あると思いますけども、やっぱり下からこの梁を見せたいという、だからこの床を2階のこの部分の床を取っちゃいます。一部はここはもうこっからここはもう床取っちゃって吹き抜けっていう感じで、でここの部分においてはこれも結構新しいの塗り直して、やっぱり取っときたいものはここに入れて物入れとして残したいと思っております。今までのあったものを収納できるようにしたいと思っております。結構こうやっても1階もまだちょっと清掃してないんですけど、こう虫食こうやって木くずの虫食結構あるんで、あこれ何なんだろうこれ、まあ、ここに穴が開いてるのが食材かなと思ってるんですけど、この動画ってこうやって暗い時に、もしくは武器じゃないな。いやこれもだからこういうやつを、まあ、一応飾りディスプレイ的にいろいろとこういう類のものが結構あるんで、壁際に全部使っていきたいかなとは思ってます。でもこういうところは見たなんかはちょっと新しいか分かんないですね。内側はゆっくり検証に洗いしながらやっていきたいと思って。
最初のあれとしたら天井と壁面の化粧、2階の部分からで2階を清掃とおよび修理的なものをやってから、この2階の床を外しちゃって、で今度は1階の壁際を全部やってから、今度は1階の床を取ります。取った時点で床をやっちゃいます。で補強しなきゃいけないところも出てくると思いますけど、ちょっと本当ゆっくり外した状態でちょっと研修していかないと、それが一番大事だと。いや、今はもうオイルステンを壁 全体白を塗ったんで、柱はブラウンで塗りまして、どうしてもこの目地が気になるんで、ここはもう黒地区、まあ、この目地の飾りとしてこういう形で全部取り付けちゃいます。目地に関しては化粧を行います。目地のお風呂をいただいたの間、全部黒竹をないとこは黒竹にしました。ちょっとやはり構造的に、ね、古いんで、まあ、安全策にとって一応角角に一応こういう形で、だから全部で、あとこれを板を取った時にも見せて、1箇所2箇所そうですね、気が付いたとこはやっていこうかと思ってるんです。一応ちょっと2階の補修が大体終わったんで、床を取っちゃいます。まあ、最終的にはこう値段もちょっとあるんですけど、一応ですね、一級建築さんに来てもらって、構造的に抜いてもいい柱とか、そういうのをちょっと確認したいと思っているんです。まあ、ここから先はちょっと押し入れになるんです、こっちの床はの残しておきますけど、ここの床は全部取っちゃいます。はい。下の部分も2階と同じようにオイルステン全部塗って、目地の部分はまた竹で、1階の部分は横の縦じゃなくて横なんで、またちょっと上と雰囲気が変わると思いますけど、そうで結構染み込んで、まあ染み込んだ雰囲気でいいかなとは思ってるんで、どうしても吸い込みがすごいんで、そうですね、まあ、少しおはげた感じの方がいいかなと思っているんですけど、ここに竹入れる雰囲気が出ちゃうんで、
建築士さんに来てもらって構造的にもと見てもらいまして、この値段これはもうほとんど取っちゃいます。